ゃあ、こんにちは、さゆたかさん、はい、現役ドラフトから一夜明けてなあ、まあネットはすごいですね、ファンの方も含めて。まあそうだな、はい、まあ第2の大竹、はい、細川を探せということでね。そうですね、まあそうなっていくかということで、はい、まあ昨日も動画上げたけども、はい、まあさらっと上げてるから、はい、まあちょっと深掘りして ね、 そうですね、今日はね、まあ今日は1番2番人気だった、はい、まあ阪神と巨人をちょっとメインにしたいと思うんですけれども、はい、まずやっぱり1番人気だったのが、蓋を開けてみたら巨人の北村選手だったと。みたいな。そうみたいなんですよ。だから他からは、はい、あの選手もったいないなっていう風に見られてたんだな。ですよね。まあ、巨人としたら出してみたら、はい、ちょっと待ってくれみたいな。まあそうなりかねないけども、はい、でもポテンシャルとしたらめちゃくちゃ高いよね。いや本当そうですよね、まあね、彼のプレースタイルっていうのは、はい、やっぱ代打とかじゃなくて、うん、やっぱ常時、はい、ある程度こうリズムよくこう使われると、まあ、力が発揮できるという、はい、まあ、そういうことも各球団も多分見てたと思うし、うん、まあ、ジャイアンツの場合っていうのはさ、まあ、内野っていうのはもう出来上がってるからな、なかなかチャンスはもらえなかったけども、はい、だけど忘れはしない、忘れてないけど、金沢で、はい、まあ、星稜でね、高校3年間やってて、はい、その金沢で使われた時にホームラン打ってるんだよね、うん、で、あのホームランを見るとさ、この選手はやっぱこう常時使うと、まあ、そういう力が秘めてるし、はい、活躍できるんだろうなっていうふうには見てたけどもね。そうなんですね、うん、なかなかチャンスがなかったな。そうですね、だからそういう意味では、ま、いいタイミングで、うん、もう最後のタイミングかもわからないけども、はい、よく出してくれたなっていうね。そうですね、実は以前のこの動画でドラフト、はい、現役ドラフト予想で豊さんは巨人からこの北村選手か若林選手か松原選手あたりがもしかしたらピックアップされるんじゃないかと話していたので、まあまあね、はい、阿部監督もやっぱり内野は決まっているのでっていうところで、うん、まあ、外に出した方が活躍できる、まあ、そうだね、まあ、それとヤクルトが取ったということで ね、 そうですね、まあ、働きやすい環境もあるし、はい、まあ、俺の予想ではよ、俺の構想ではヤクルトを見たときに、はい、まあ、村上をやっぱこうレフトにやらして、うん、はい、まあ、守備の負担を軽くして、うん、まあ、メジャーの準備もあるけども、ね、はい、まあ、ヤクルトの単体のことを考えても、うん、やっぱ守備のリスクを考えるとやっぱこうレフトに持っていった方がプラスになってくるし、はい、そしたらサードをどうするんだと、まあ、例えば山田は哲人をサードにコンバートするのか、はい、で北村を入れるのか、うん、はたまたそのままにしておいてサードで、まあ、竹岡とか、はい、争わすのか北村をね、うん、まあ、そうなってくるとやっぱ使われるこう幅っていうのができてくるだろうなっていうね、はい、まあ、そんな感じがするよ。そうですね、はい、で一番人気だったのでまずは巨人から好きな選手を引いていくということで阪神の馬場投手を真っ先に。いやこれはね、はい、大きな戦力を得たっていうふうに俺は思うよ。もう、まあ、本当に即戦力ですね。まあそうだね、オフでもね、はい、トレードとか、まあ、そういうことで動いてるけども、はい、やっぱ一番いい人が現役ドラフトで取れたかなっていう、うん、感じはするよね。で今日阪神入団時にドラフト1位でね、はい、かかってる、やっぱそれなりのポテンシャル持ってるし、ボールに力がある、やっぱ何よりも三振が取れるね、はい、ピッチャーだから、うん、これはやっぱこう8回とか7回とか、うん、まあ実績もあるし、苦しいとこピンチの時にもかなりピンチの時でも投げてるピッチャーだから、はい、だから経験豊富だしね、うん、そういう意味では俺ジャイアンツが一番いい現役ドラフトをしたなっていうふうには俺は思ってるんだけどもね。そうですね、まあ阪神も余裕があるというかさ、うん、そうですね、ピッチャーなんていうの、ババ出せるんだっていうような、ね、そういう選手だから。そうですよね、だからジャイアンツはこれは現役ドラフトやって、はい、もう大正解というかですね。あで北村置いといてもやっぱもう来年からはね、坂本サード、ショートに門脇、吉川、岡本っているわけだから、うん、まあ怪我に強い選手だし、はい、まあ、坂本もサードに行くことによって、はい、怪我もね少し少なくなるだろうし、うん、はい、それ考えるともう入る余地がないんだよね。まあ、そうなってくるとやっぱいい選手を出して馬場を取れたっていうのはこれはもう大正解だよね。ですよね、うん、だから各球団ともにやっぱり自分のところが一番人気になって一番に誰かをピックアップしたいから
そう作戦というかどの選手のこう、ね、ランクの人たちをピックアップするかっていうのを相当悩んだと思うんですよ、ね、いやまあそりゃそうだけどね、まあ、だけど、はい、その、まあ、阪神が今年優勝した、うん、で巨人は打撃という面に関してはよく頑張ったと思うんだけど、はい、やっぱりピッチャーだよね、はい、まあ、それもその後半におけるピッチャー陣がちょっと踏ん張りきれなかったということから考えると、はい、これ一気に馬場で優勝争いになってくると、うん、阪神はしまったっていうことに痛でならないようにしないとな、阪神は。阪神は、うん、ただその阪神もめっちゃ取ったので、まあそうだな、そうなんです、ね、そうなんです。で、まあ次に阪神が引くことになるとまあねいうところで、阪神さんはもうオリックスの漆原投手に来ましたよ。あ、まあ、これは関西同士で、はい、多分情報もいろいろこう現場も多分見てると思うんだよね、よく、はい、その熟考した中での漆原だったと思うんだけども、ファームのね今年の成績っていうのは漆原はあんまり良くないんだよ、はい、だけど取ったっていうのは、うん、やっぱこうある程度しっかりした情報とか、はい、スカウティングができてるのかなという感じがするんだよね。そうですよね、うん、だからまあ、元々やっぱボールの力とか、はい、あそういうものはあるピッチャーでね、うん、まあ、投げれるピッチャーだよ、はい、うん、だから環境に適していけばこれはやっぱこう化ける可能性がある。十分ですよね。いや大名大竹かみたいないやそうですよ。でやっぱりその岡田監督もその電気ドラフト後のインタビューで、もうとにかく狙いたかったのはピッチャー、もう野手は十分いるからピッチャー、はいはい、しかもやっぱり右と左はうちはもう揃ってるから右が欲しかった。いや多い、余ってるからそうなんですよね、まあ、余ってるっていう表現は変かもわかんないけど、はい、たくさんいるよね、はい、で同じ同一リーグのセリーグではなくてやっぱりパリーグから欲しかったと。やっぱりパリーグだと交流戦でしか対戦がないので、はい、やっぱりリーグ戦中はやっぱパリーグのピッチャー取った方が相手球団にもいいと、うん、まあ、情報がないしね、はい、うん、だからまあ初見で戦うっていうね、はい、まあ、ある程度初見で戦う利点は、うん、まあ、出てくるかも分かんないよね。そうですよね、はい、で投手力の高いオリックスでやっぱ揉まれているということに関しては、はい、ピッチャーのええところやからな結局な。いや、 やっぱそうだな、まあ、そこら辺 の、 その経験値の高さというか、はい、まあ、その競い合う、はい、そういうなんていうの精神というのもね、うん、宿ってるだろうし、はい、だからよし阪神でっていうね、うん、まあ、思いは非常に今から強いと思うよ、うん、そうですよね、うん、あとその先発リリーフっていうのは決めてるんですかと、はい、漆原投手の起用法、はい、まだそこまで決めていないということで、あとまあフォークもいい、タイプ的にはそういうフォークもいいようなピッチャーな、今の時代はまっすぐとフォークの時代やからな。まあそうだな、はい、まあ、だからその阪神の中継ぎ見るとさ、右のね、はい、まあ、石井がいたりだとか、うん、まあ、湯浅がいて浜地がいて岡留がいるというね、はい、まあ、こういう構図になってくるけども、いるとやっぱ安心感あるよね、はい、誰かいなくなるとまた苦しくなって先発をちょっと崩し、まあ、先発でちょっと結果が出なかった誰だっけあれ、西純也を後ろ、中に入れたりとか、はい、まあ、ちょっといろいろね、うん、こうやってたけども、いることによってそういうことが軽減されるというか、はい、まあ、なくなる可能性もあるし、はい、だから、まあ、化けてくれるとね、うん、バンバン化けるというかもともと実力はあるんだろうけども、うん、ちょっと歯車が狂ってた部分があったんで、はい、だからこれがしっかり噛み合ってくればね、うん、まあ、十分力を発揮してくれるかなっていうふうには思うよね。そうですよね、はい、で、まあ、漆原投手を、まあ、150近くまっすぐも出るしと、まあ、それはリリーフやった時みたいやけどな、まあ、どちらかというとまっすぐで押すタイプが多いからなパリーグは、まあ、そら変化球とか課題とかあるので、それはこっちで直して克服していくような指導をすると、うん、まあ、いうところも、まあ、いろんな、まあ、セリーグに来たからにはまっすぐだけでもなくてっていうところなんでしょうね、うん、だからやっぱこう会話の仕方、コミュニケーションとか、はい、そのファームに一回落としてとか、うん、まあ、そこでどういうことを差し解くとか、はい、でまた上がっていくとか、うん、だから、まあ、例えば西勇輝もそうだし青柳もそうやったけど、はい、やっぱ春先悪くてねファームに落として大事なところでやっぱこう力を発揮してくれるじゃない、はい、ね、シーズン中西勇輝が、ね、怪盗乱魔のピッチングをして優勝に近づけた、で青柳なんかも最終戦そうです、ね、日本シリーズの、はい、あそこに間に合わせたっていうのはやっぱ岡田監督っていうのはやっぱその選手の状態だとかそういうのをしっかり見ながら上げてきたり下げたりだとか、まあ、してくるわけだから、はい、
だからここら辺はウルシャーラがね、うん、まあ、そういうことの環境に入ってどう成長し、うん、どう準備をしてくるか、はい、これはやっぱこう楽しみだよね。そうですね、うん、だ中で中なのか中の一個後ろの一個手前なのか、まあ、そうだ ね、 ここからですね。だからまあいろんなことを試したいっていうふうなことは思ってると思うけども、はい、まずはドラフトで、まあ、下村っていうのを取って、はい、まあ、おそらく先発だろうと思うから、うん、なんていうのかな、まあ、中に入れるかなっていう、うん、で抑えっていうのはゲラ取ってるし、取りましたね、これもいいピッチャーだし、うん、そうは熱い中に漆原がどういうふうな、はい、刺激を与え入っていくのか、うん、これはやっぱり楽しみではあるよね。そうですね、はい、また強固なピッチャー陣の中の競争がキャンプで始まると思うと、うん、まあそうだね、うかうかしてられないですね。でも馬場もやっぱ出された以上はやっぱ伝統の一戦、阪神から巨人に行くなんていうのが本当、まあ、ないから普通そうですよね。これがやっぱ現役ドラフトのドラマだよね、はい、そうですね、ならではですね、ならではだと思うよ。で実は岡田監督この馬場投手に関して、はい、巨人宿敵巨人へ移籍しますよねと話すと、はい、まあ巨人の方がチャンスあるかもわからんもんな、はっきり言って今のこっちの投手陣と比べたらということで、やっぱりね強固な投手陣の中でいるよりかは今の巨人の投手陣いた方が評価をぐっと上がるんじゃないかと。いやそりゃそうだよ、うん、話してますね。そりゃそう、まあ、そうだけども、はい、やっぱ実力があるだけに、うん、やっぱね簡単では俺はないと思うよ。やっぱこう意地があるし、そうですね、うん、ね、阪神というチームは好きかもわからないけども、うん、やっぱ勝負ってなってくるとさ、よし俺の力見くびってたなみたいな、そうですね、まあ、そういうことで投げてくると、うん、やっぱこう厄介になってくるよね。そう、厄介なピッチャーで、もともと、もともとそうです、もともと厄介なピッチャーだから、うん、いやでも今シーズン、はい、巨人はまあねこの現役ドラフトで馬場投手取りましたけれども、その他にソフトバンクから、ね、はい、高橋嶺投手も取りましたし、はい、泉投手、はい、あと近藤投手、はい、取ったので、まあ取ったけども、はい、一番計算が立つのは馬場だよ今のところ。そうか、それをトレードじゃなくて現役ドラフトで取れたっていうことは、これはね巨人から申し込んだとしても、はい、多分馬場出さないと思う。 それに見合う巨人からの欲しい選手が阪神にはいないってことになりますもんね。可能性はある、ね、ありますね。いやだから、いやだけどそのやっぱ巨人阪神の中でトレードっていうのは、まあ、鼻からなんか成立しなそうだし、うん、でもその中で阪神で鍛え抜かれたあの投手陣の中から一人取れたっていうのは、うん、やっぱ巨人にとってはでかいし。そうですね、うん、でも本音を言うと阪神側からすると馬場は巨人に行ってほしくなかったなっていうような、まあそんなことが俺は想像つくんだけどね。できればあのパリーグとか渡りたくなかったなみたいな。そうですよ、だからそのウルシアラ取れたのは想定内かも分かんないけど、はい、巨人に馬場が行くっていうのは想定外だったかなっていうような。ですよ、まあ、そんな感じはするけどね。だもしかすると岡田監督馬場投手をピックアップした時点でうちが一番先に引けるかもっていうのはあったのかもしれない、ね、まあそれはあるよね。それはあるよ、まあ、そういう駆け引きでやっぱりやらなきゃいけない、はい、ドラフトだからね、はい、まあ、だけど本当にこの選手たちがね、うん、活躍してくれることを願ってるし、はい、またそういうこう意地の張り合いというかさ、うん、そういうのも見たいしね。見たいですね、うん、だから、まあ、来年が楽しみだね。そうですよ、はい、第2の大竹選手、第2の細川選手っていうところですよね。そうだな、まあ、なり得る資質というかそれはもう十分あるから、はい、もう本当に臆するなく、うん、臆することなくもう頑張ってほしいなっていうふうには思うね。まあ、今回の動画はちょっと巨人と阪神の、はい、まあ、選手をピックアップしましたけれども、はい、次回の動画ではちょっと総括というか、まあ現役ドラフトでこれは大化けしそうな選手、はい、これにちょっとピックアップして、はい、ちょっと話したいと思います。はい、はい。